話をいただいた時からですね、本当に胸躍ると言いますか、本当に嬉しくて、こうしてこの大好きなコントンキャンディーさんのこういう MV で、しかもその私が初めてこの夢だった演技に挑戦させていただいた作品の主題歌の、この MV を撮らせていただけるということが、もう本当になんもうこの上ない光栄と言いますか、本当に幸せで、今回こうして撮影に呼んでいただけて本当に幸せでした。ありがとうございます。温かい雰囲気の中でこうして一人女の子がこう絵をひたすら描いて美術室の中にいるという光景が、なんとも私にはすごくこういうシチュエーションが大好きなのですごく嬉しいですし、この個人的には正源寺がちょっとドキドキしながらあの絵に色を付け足していくっていうところが今回ちょっと頑張ったところなので、ぜひ皆さん楽しみにしてくださったらいいなと思います。あのですね、私こちらの曲も何度も聴かせていただいていて大好きなんですけれど、あのこの曲をこの聴かせていただいた瞬間に、この曲が流れた瞬間にですね、もう私の中の学生生活だったり、今までの人生の中で学生生活だけじゃなく、すごく幸せだった日々だったり、あとはそれこそこの撮影期間のことを思い出したりですとか、いろんな情景がどんどん浮かび上がってくる感覚が本当に大好きで、歌詞もしっかり読ませていただいたんですけれど、本当に何て言うんでしょう、もう一つ一つがこの心を何て言うんでしょう、包み込んでいくといいますか、この爽やかな気持ちにもなりつつ、温かい気持ちになりつつ、きっと聴いてくださる方も全ての方に何て言うんでしょう、自分が幸せだった頃のまた再放送といいますか、こう感じられるんじゃないかなというふうに思っています。映画「全貌舞踏曲」主題歌であるコントンキャンディーさんの球根拳とリズム、ミュージックビデオをぜひご覧ください。